これね、声を大にして言いたい。あ、僕が出会った中で最低のフィラーにそっちのがあるんで、ちょっと紹介します。はい、こちら。はい、こちらって、もう、メーカー名出ちゃいますけどね。あ、後でググってください。このね、ひどいんですよ、この黄色。このフィラメント、マジひどい。あのね、まあ、ひどいって言うのもね、ちょっとあれなんですけど、まあ、DARCOS、これなんて読むのかわかんないです。ダーカスって読むのかな、ダルコスって読むのかな、の 3D プリンターフィラメントの黄色のロットですね。で、多分ね、このロットが多分最低なロットなんだと思うんですけど、何が最低かっていうとね、ちょっと見づらいんですが、フィラメントのこの K がね、一定じゃないんですよ。全然一定じゃないです。全部だいたい 1.75 ミリのね、直径をしてると思うんですね。この直径が、ね。1.75 ミリだと思うんですけど、この黄色はね、本当にひどくて、めちゃくちゃ細いところ、例えば 1.6 ミリっていうところもあれば、1.8 ミリっていうところが平気であるんですね。これね、ノギスで測るとね、本当にわかるんですね。で、何より、それぐらいなんか、不均一でも 0.05 ミリぐらいだったらまあまあって思うんですけど、問題なのはね、コブがあるってことなんですよ。プルサマーク 3S だったら、これぐらいのその 1.6 とか 1.8 とかのその差って、結構ね、問題なくエクストルード全部してくれて、均一にね、結構プルサマーク 3S はね、やってくれるんですけど、防電タイプ、特にこのプルサミニとかはですね、なんかプリント止まってんのなんでだろうっていうのを見たときにね、このフィラメントが原因っていうところに行き着くまでに、このコブがあるっていうね、ことにたどり着いたんですよね。ちょっとね、これ見てほしいんですけど、わかります？これ。ちょっとわかんないかな？わかんないよね。ここにね、コブがあるんですよ。ちょっと、デコってなってん、ボコってなってんのわかります？これ。ここ。これ。これ。まぁ、ちょっとね、わかりづらくて申し訳ないんですけど。これがね、ノズルを通っていかないんですよ。このね、フィラメントのコブ。これ測るとね、2.2 ミリとかね、2.3 ミリのコブが、不均一、しかも不均一にあるんですよね。2個連続してボンボンってこともあるし、忘れた頃にまた出てくるみたいなことがあって、これね、どういう工場で作ったんだろうみたいなね、温度管理とかしてなかったのかなとかね、引っ張るモーターが多分一定の速度で巻いてなかったのかなとかね、とにかくね、ちょっとその製造環境を疑うレベルでひどいフィラメントですね。これがね、僕が過去、出会った中で最低のフィラメントですね。で、こうやってね、頑張って、4分の1ぐらい使ったんですけど、まだ残ってるってね、使い道のないやつです。で、こういうのがあるので、あんまりね、中華系のフィラメントっていうのは信用してないのと、このメーカーからは僕はもう、買ってないですね。ちょっとね、申し訳ないんですが、レビューにも、ちょっと不均一なので、ちょっとその工場の生産体制もちょっとどうにかしてくださいっていうレビューは、実は僕入れました。それはね、やっぱり、変にね、星4とか星5とかついてるので、いいのかなと思って買っちゃう人いるんですけど、ちょっとね、当たり、と、外れというね、ことは僕はあんまり言いたくないんですけど、まあ、たまたま僕のがね、外れフィラメントだったんでしょうという話なんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱりまともに造形ができないので、ちょっとね、こういうことが起きるので、フィラメント選びは、やっぱりその同じメーカーのを買い続ける。一つね、いいなって、これは安定してるぞって思ったら、同じものを買い続けるっていうのは一つおすすめですかね。あと、アマゾンで多分よく出てくるのがね、E3 っていう、ESUN っていうメーカーのフィラメント多分よくレコメンドされると思うんですけど、これもね、ちょっと気をつけた方がいいです。僕、結構、TPU はね、E3、で出してるんですけど、一回ね、その TPU フィラメントもね、ものすごい、K の細いところがあるやつにぶつかったことがあって、黄色かなんかのフィラメントの時かな。なんかね、スカスカになるんですよ。出してもオブジェクトがスカスカで、で、TPU って、ボンディングがすごく強いので、こう握ったりとかね、こうグニグニしても、簡単にその積層面が剥がれないんですけど、すぐね、ベリッと剥がれちゃう。でも別に温度を低くして、240とか250とか出してプリントしてても全然、ボロボロになってしまっていて、これなんでだろうっていうのを思ったら、やっぱりフィラメントの径がね、1.5 ミリとかっていう、その、なんか3メートル、4メートルぐらいが、その細くなってるところがあって、うわーってこれも外れか、みたいなね、いうことがあったんで、ちょっとね、その E3 はね、僕、いい、色がいっぱいあるんで、買うこと多いんですけど、ちょっとね、気持ちこう、いつも、こう、
ポチる手がね、うんって、一回うんってなってからポチるっていうね。そういうメーカーだったりもしますね。